宿毛市で行われた日生野球教室は、日本生命が進めるスポーツ振興や地域貢献活動の一環として、全国各地で2006年度から開催されています。宿毛市では日本生命野球部が過去にキャンプを行っていた縁で去年初めて行われ、2回目の今回は畑地域の4つの野球チームからおよそ55人が参加しました。講師を務めたのは日本生命野球部 OB の3人で、中でも野上治さんはシドニーオリンピック野球日本代表のメンバーです。野上さんはキャッチボールで投げる時のポイントを伝授しました。参加した子どもたちは講師たちの見本を見て繰り返し練習したり、講師に手取り足取り教わったりしていました。日本生命では来年1月に高知市でも野球教室を行うということです。